アイテム番号 SCP-15JP。 オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル。SCP-15JP を中心に半径500メートルを封鎖してください。世間一般には該当地域は地盤が脆いため立ち入り禁止と伝えられています。SCP-15JP から600メートル離れた地点に設置された観測所からの定期的な SCP-15JP の観測とサイト周辺の見回りをレベル2職員3人で行ってください。収容違反が発生したことにより、監視体制が強化されました。ポイ1参照。1年を3つの期間に分け、期間ごとに以下のような取り扱いとします。第1期間、1月から2月13日までの休止期は、レベル2職員の3人体制で封鎖地域の監視を行います。第2期間、2月14日から10月末までの活性期は、レベル2職員の3人体制で SCP-15JP 及び封鎖地域の監視及び見回りを行います。第3期間、11月、12月末までの再活性期は SCP-15JP への接近は許されません。レベル2職員6人の体制で観測及び封鎖地域の見回りを行います。期間中に封鎖地域侵入者が発生した場合、職員の損失を避けるため捕獲等は試みないでください。遺体の回収が必要になった場合、休止期を待って作業に当たってください。説明、SCP-15JP は、県、一山中、199年まで主要道路として使われていた片側1車線の旧道、ポイ2参照の谷側に設置されている2メートル幅の白いガードレールです。対象は強い衝突を受けたような中央の大きな凹みと傷。錆が見られ40度ほど道路の反対側に倒れています。しかし対象はそれ以上の損壊は受け付けず、撤去することも不可能です。経年劣化も認められません。県庁の記録によれば197年に県が転落防止を理由に地元建設会社へ設置を依頼し建てられたことになっています。対象が存在する道路の見通しは悪くなく1年を通しての気象変化によって道路状況が大幅に変化することはありません。また設置以前に事故の記録はなく、また設置後から2000年に起こった最初の死亡事故、ポイ3参照まで事故があったという記録はありません。最初の死亡事故以降、周期性をもって発生しているためその前後から異常性を発露し始めたとみられます。SCP-15JP は生きた人間への未作用する引力を発揮します。異常性には1年周期が存在し、およそ12月31日から2月13日までは休止期となり異常性を見せることはありません。2月14日からその異常性を発露し始め、徐々にその効果を強め11月には人を死に至らしめるに十分な力を見せます。最大時は12月末頃が最も強い引力を発生させます。そして多少前後があるものの30日までには効果はなくなり再び休止期に入ります。効果範囲は半径、M と一定です。引力は時間とともに変化を伴います。弱い段階だと無意識に歩いていると SCP-15JP 側へ寄っていく。バランスを崩して転ぶ。つまずく程度のものですが。最大時には、G を観測し、それに捕まった人間は最大時速、km まで加速、障害物及び SCP-15JP そのものへ衝突し死亡することが分かっています。SCP-15JP 衝突までに生命活動が停止した場合、効果の範囲外となります。それらの周期性、異常性から財団の目に留まることとなりました。ポイ1。2000年12月に収容違反が発生、封鎖地域への侵入者を許しました。結果として侵入者は SCP-15JP へ激突し死亡しました。所持品はわずかな現金と白い花束。
粉ミルクのみで損壊も激しく身元の特定はできませんでした。ポイニ、オブジェクトが存在する旧道は199。年に片側2車線道路の振動が開通するまでの主要道路であり、振動開通後もしばしば周辺住民によって使われていました。ポイ3、最初の事故は199。年12月中頃に当時市内に住んでいた20代の夫婦と30代の男性による交通事故です。唯一生き残った夫の証言と現場検証から男性側の不注意による事故として処理されています。夫の証言を得ようとし、200、年1月初めに現住所を特定したもののその姿はなく、以後行方不明扱いとなったようです。2000、年における侵入者はこの夫だったという見方が強いようです。